皆さんは印鑑をどこで手に入れるでしょうか。百均の出入り口付近に印鑑がぎっしり詰まったくるくる回るショーケースがありますが、面白半分にカバシマがあるかな。いやいや、カバシマという名字はかなりマニアックだから絶対ないはずと思って覗いてみると、驚くことにカバシマという印鑑があったのです。もう安いとかというよりも何か掘り出し物を発見したような感覚になり、即買いでした。しかしその時以降、どこの百均でもカバシマは見かけたことはありません。さて、一般的に印とは、誰か責任を持つべき立場の人が何かの状態を実際に自分で確認し、間違いなく問題ありませんといういわば承認する行為として用いられていることがほとんどです。例えば、住民票を市役所に行って入手するためには、窓口に申請書を提出しなければなりませんが、申請書に必要な情報を記入し、そして最後にその内容を確認して間違いないですとの意味で印を押すわけです。そしてその書類を役場の方がチェックして問題がなければ最終的に市長の印が押された状態で住民票をいただけるわけです。このような重要な取引において印鑑を用いるということは、印の持つ効果が非常に重要視されていることがわかります。ところで、新約聖書はギリシャ語によって書かれていますが、ギリシャ語の印という言葉を日本語では全く違う言葉で表現して翻訳されているという事実があります。これは時代背景や文化の違いなども関わっているので、翻訳者によって微妙なニュアンスの違いから生じている可能性もあります。このような状況ですので、パウロやヨハネなどの聖書記者がどのような意図を持って聖書を記したのか、ただ日本語の翻訳だけに頼って理解するのは難しいかと思います。そこで今回、できる限り聖書記者の元々の意図するところを理解するために、文章の前後関係である文脈からその真意を汲み取るという方法によって、人間の行為による因と神様の行為による因に分類して整理することによって理解を深めていきたいと思います。まずは人間の行為としての因について聖書記者がどのような意図を持って因という言葉を用いているのか、聖書からいくつかの例を挙げて確認してみたいと思います。そこで彼らは言って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。この場合の因について理解するためには、状況を把握しておく必要があります。キリストの十字架の後、遺体をお墓に安置したときに、ローマの兵隊は総督ピラトの命令によってお墓に大きな石の蓋をして、誰も中に入れないように、また誰も中から出れないようにしました。そして、この状態はローマ総督の命令により墓を封じたものであるという意味において、印を持って封印をしたのです。つまりこれは、王や総督などの人間の権力者の命令を帯びたものは、簡単に変えることができないという封印の意味になります。さらに次の例を見てみましょう。しかし、その証を受け入れる者は、
神が誠であることを確かに認めたのである。この時代背景としては、バプテスマのヨハネが自分の弟子たちにキリストのことを説明するときに、キリストが救い主であるということを受け入れた者は、神様が真実であることを認めているという神様に対する認識について、因という言葉を用いています。これは、人間が信仰を持つ根拠は、神様を真実であると認めているからであるという意味があります。つまり、聖書における因は、物理的なことだけではなく、人間の心の中に起きたことも因として用いることができるということがわかります。さらにもう一つの例を見ていきましょう。そこで私はこの仕事を済ませて彼らにこの実を手渡した後、あなた方のところを通ってイスパニアに行こうと思う。この聖句においても、日本語では因という言葉が用いられてはいません。まずはこの聖句の背景から考えてみましょう。パウロがマケドニアとアヤカの人々からエルサレムの貧困状態にある信徒に対して、物質的もしくは金銭的な援助をすることを委ねられたため、エルサレムに行って、彼らにそれを手渡した後、ローマに滞在してイスパニアに行くという計画についての話になります。つまり、ここでの因とは、委ねられたものを間違いなく手渡すという確証として、因という言葉が用いられていることがわかります。次に、聖書に用いられている神様の行為としての因について確認してみましょう。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。ここには父なる神様が御子イエス・キリストに永遠の命を委ねることを是認されたという意味において因という言葉が用いられています。しかし神様の行為としての因と人間の行為としての因との間には著しい相違があります。それは、神様の場合、御子に対して是認され、私たちに対して約束されたことは、絶対的にそうなるという部分です。人間の場合、絶対そのようになるはずだとしても、何かの手違いや事故などによって、そうならないことがあり得ます。しかし神様は何かの事情でそれが滞ったりダメになったりする状況による変化は絶対にあり得ないということです。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかいうものはない。この事実から私たちは神様の行為としての因に関しては絶対的に成就するといういわば永遠における価値を持っていることを改めて理解しておかなければなりません。
なぜなら、この永遠における価値を確証している者には、神様はその約束を絶対的に成就させられるからです。実はこの絶対的に成就するべき永遠の命の御約束には、さらに2種類の神の因が深く関わっています。言い換えれば、この2種類の神の因こそ、私たちの永遠の運命を決定する根拠となるものなのです。次の聖句を見てみましょう。神はまた、私たちに勝因を押し、その保証として私たちの心に御霊を賜ったのである。ここに私たちに勝因を押しとあります。これが2種類の神の因のうちの一つになります。もちろんこの勝因もまたスプラギゾという因を表す言葉が用いられています。つまり先ほどの善人という意味を含んでいるということです。そしてこの善人の勝因が押された結果、その保証として御霊を賜ったとあります。つまりこの聖句によりますと、私たちがもし聖霊の感化を経験したならば、それは神様から与えられる永遠の救いに至る善人を受けたことになるということです。それではさらにもう一つの聖句を見てみましょう。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の勝因を押されたのである。ここには、救いの福音を聞き、また彼を信じた結果として、聖霊の勝因を押されたとあります。すなわち、キリストの十字架の功績を信じて、罪を許された者が、さらに約束された助け主、聖霊の清めに預かった経験をしたことを、聖霊の勝因を押されたと表現してあるのです。言い換えれば、聖霊の勝因とは、大祭司キリストの忠保の働きに対する神様の善人によって与えられる聖霊の感化、すなわち先の雨の経験、成果を表す言葉としてここでは用いられているのです。しかしこの聖霊の勝因にはどのような価値があるのでしょうか。私たちはその本当の価値を知っていなければなりません。実はこの聖霊の勝因こそ永遠の運命を決定する贖いの日、すなわち神の裁きである調査審判の時に、クリスチャンが無罪放免となるために絶対不可欠な勝因となるのです。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の勝因を受けたのである。つまり贖いの日に起こるべき大事件、すなわち神の裁きである調査審判は、先の雨である成果をその人が経験したかどうかを調査する審判なのです。そしてその成果の経験をしたという事実は、その人が神との契約者であるという証明になるのです。言い換えれば、聖霊の勝因とは、先の雨である成果の事実により、
神の契約者であることを証明するための証印なのです。実はキリストの弟子たちはこの先の雨である聖霊の証印を受けることによって神との契約者としてすでに人生が全く変わっていました。それゆえ彼らは永遠の滅びから永遠の命へと移されていったのです。そして神様はこの先の雨による聖霊の証印を人時代と同様に終末時代の神の契約者であるクリスチャンにも聖化の経験として与えられようと望んでおられるのです。なぜなら私たちはもうすぐ全ての人たちの運命を決定する贖いの日、すなわち生ける義人の裁きである調査審判がいよいよ始まる直前に生きているからです。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。先ほど神の印には二つありますと言いましたが、この聖句で神のしもべらの額に押される印がもう一つの印である生ける神の印になります。この印もまた今までと同じスプラギゾというギリシャ語で記されています。したがってこの印もまた先の雨と同じく父なる神の大祭司イエス・キリストに対する是認と聖霊の感化によるものであることがわかります。しかしこの生ける神の印と表現される聖霊の影響力は先の雨をしのぐ後の雨と言われています。特にこの経験は罪からの完全回復に至らせるほどの著しい成果であり、聖書ではこの罪の奴隷からの解放のことを慰めの時と表現されています。福音の大いなる働きはその開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。福音の開始にあたって秋の雨、先の雨となって成就した予言はその終局において春の雨、後の雨となって再び成就するのである。これが使徒ペテロが待望した慰め、原文ではリフレッシング、活気づけ、回復の意の時である。彼は次のように言った。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来てイエスを神が使わしてくださるためである。この生ける神の印とは先の雨による聖霊の証印が神の契約者の証明となったように、罪人がその品性において完全に回復したという事実、すなわち神の契約が完全に成就した事実を証明する印になります。言い換えるなら生ける神の印とは永遠の品性の固定なのです。そしてこの生ける神の印は
地球歴史の最後に未だかつてないほどの災害が滅びの天使によって地上に下るときに、その災害から守られるべきものとして唯一見分けられなければならない贖いの因となるのです。神の民の額に押される生ける神の因とは何か。それは人間ではなく天使たちが読むことのできる印である。なぜなら滅ぼす天使がこの贖いの印を見なければならないからである。この贖いの因こそ、父なる神様が御子イエス・キリストに委ねられた永遠の命なのです。それゆえ、神の刑罰である七つの災害の時、命が失われることがもはや不当となるのです。この生ける神の印を最終的に押された者は、全宇宙の前に罪人としてではなく、神の家族として紹介されるのです。新型コロナの影響で私たちが経験していること、それは今までのクリスチャン人生の中でかつてなかったほどの混乱です。世俗と教会との区別はほとんどなくなり、ただ安息日に教会に行っていれば結果的に救われるだろうという安価な救いを信じているクリスチャンがなんと多いことでしょうか。しかし今回、神の因が救いの根拠となることを皆さんはご理解くださったでしょうか。この2種類の神の因、すなわち聖霊の証因と生ける神の因は、イエス・キリストの十字架の犠牲の功績と復活後の天の大祭司の忠保の働きによって神の契約者に絶対的に成就するという約束です。しかし、サタンはその契約の知識を私たちに知らせず、またそれを求めないように世俗的な魅惑をクリスチャンの生活の中にどんどん投げ込んでいます。そして多くのクリスチャンがそれを人生の楽しみとしています。私もかつてはそうでした。この世の楽しい人生が永遠に続くことを望んでいました。しかし神様は、私が失われるべき運命に向かって突っ走っている最中に、私が膠原病という不治の病になることをお許しになられました。そのことによってこの突っ走っている人生にブレーキをかけてくださいました。そして悔い改めて立ち止まった私に、神の契約の知識を明らかにしてくださいました。私はその契約の知識を初めて知ったとき、神様の救いに至るご計画の完全さに驚嘆しました。そして皆さんも、この神の契約を神様と結ぶことによって、二つの神の因に預かることができるのです。逆を言えば、今、聖霊の証印を受けていなければ、生ける神の印は決して押されることはないのです。それが押され始めるときは、もう間近に迫っています。そしてこれは、
私たちが住んでいる日本の地から始まります。また、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で叫んでいった。この日の出る方とはイスラエルから見て極東の国、すなわち日本を指していると理解できます。神様はこの国から二つの神の印が押される神の契約者144,000が出現することを望んでおられます。皆さんはその事実を知ってどのように感じておられるでしょうか。私は証を一つにまとめ、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。神様は今、私たちが神の契約者として聖霊の証印を押されるために、悔い改めて品性が清められることを切望するならば、心の中に神の律法を書きつけてくださいます。そしてその状態を調査審判に至る時まで継続できるならば、最終的に著しい成果によって品性が完成し、永遠にその品性が固定されて生ける神の印に預かることができるのです。この聖霊の証印と生ける神の印という二つの証が、心に神の律法が書き記された神の契約者の証明となり、永遠の命が与えられることによって救いは確定するのです。これが神の契約の成就になります。皆さんはこの素晴らしい契約を信じるでしょうか。私は信じています。そして人生をかけて希望としています。確かに私は弱い器ではありますが、日々生ける神の印を目標として、聖霊の証印、先の雨である成果を熱心に求めるものです。ぜひ皆さんにもこの素晴らしい体験が神様の是認によって与えられますようにお祈り申し上げます。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今日はあなた様の二つの印について皆さんと共に深く学ぶことができましたことを心から感謝いたします。私たちクリスチャンは神様との契約者であると言われております。しかし本当のその契約の知識はサタンによって隠されてありました。あなた様の御言葉の中からこの二つの神の印、すなわち先の雨によって成果を経験できる聖霊の証印と後の雨と言われる著しい成果によって罪人という事実が完全になくなり、品性が完成するときに、私たちにその証拠として押される、生ける神の印、この二つの印の知識を今得ることができたことを感謝いたします。しかし、これらのことを私たちに成し遂げてくださるのは、
イエス・キリストの犠牲の功績と、そして今天においてなされておられる大祭司としての忠保の働きによります。このイエス・キリストの功績ゆえに、あなた様は永遠の命をイエス・キリストに委ねられました。そしてこの永遠の命は、あなた様との契約関係にあるものに惜しみなく与えられるというこの約束を感謝いたします。どうぞこの二つの因をあなた様からいただける、そのような品性が私たちに与えられますように、またこのしもべどもを作り変えてくださるようお願いいたします。この神の契約の知識を希望とし、弱い器ではありますが、倒れてもまた立ち上がり、悔い改めつつ御国を目指して歩んでいきたいと思います。どうぞ心を合わせて祈っておられるお一人お一人にも、あなた様の素晴らしいこの救いのご契約が成就しますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。